ただいま演奏させていただいた曲はベートーベン作曲交響曲2万54番太平洋に浮かぶ餃子第一楽章でございます。本日は私超有名バイオリニストイソギンチャク太郎の、コンサートにお越しいただき皆さん誠に、ありがとうございます。こんなにたくさんの皆様に、お集まりいただけるとは思っていなかったので非常に光栄だと思っております。それではですね、今から15分間の休憩の方入らせていただきたいと思います。15分後改めましてこんにちは。超有名バイオリニストイソギンチャク太郎のコンサートへようこそ。本日はですね、お忙しい中バカみたいに足をお運びいただきありがとうございます。ちょっとすいませんね、これから長く話をするので水飲ませていただきます。すいません、失礼します。はい、というわけでですね、ちょっとですね、私様々な場所で今まで、コンサートをやってきてですね、ちょっとアンケートをちょっと取らせていただいたんですね。で、このアンケートで私への質問を募集したんですけども、その中で一番多かった話として、イソギンチャク太郎さんのバイオリンとの出会いを教えてくださいっていう質問がすごく多くてですね、ちょっとこの MC の場でですね、私、イソギンチャク太郎がどうやってバイオリンと出会ったかについてお話しさせていただきたいと思います。私はですね、実は幼少期を、音楽の都、オーストリアのウィーンで、過ごしていました。でこれはですね、私の両親と過ごしていたのではなく、ホームステイという形ですね、長いホームステイでホストファミリーの方と一緒に過ごしていたんですけども、この中でですね、そのホストファミリーのそのお父さんとお母さんがですね、両方とも音楽家、ミュージシャンでしてですね、音楽はすごい英才教育を受けてきたんですね。そのホストファザーの方が、プロのカスタネティストで、ホストマザーの方がですね、プロの白手ニストをやっておりました。この白手ニストっていうのが、どういう仕事かというとですね、コンサートとかでよくなんか曲これ、あれ終わったのかな、これ拍手していいのかな、これ、続いたみたいな時あるじゃないですか。で、あの時に、一番最初に拍手を始める人っていうやつと、あとよく水泳教室とかではい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 、あと25メートル。はい、早く早く早く。ほら、ほら、頑張れ頑張れ頑張れ、おーってやってる人ですね。それをちょっとやっておりまして、一流の音楽家の、その過程でちょっと育ちまして、まあ、英才教育を受けてきたわけなんですけども、ある日ですね、オーケストラの演奏をですね、見に行く機会がありましてですね、それを聞いて私非常に感動したんですね。で、その感動のあまりちょっと泣いてしまって、それトイレに行ったんですけども、トイレにですね、すごくもう、スーツをきっちり着た、すごい、もう品の高い、もう上の方の方なのかな、やっぱりそういう上品な方がいらっしゃってですね、トイレにアタッシュケースを、両手に抱えて入ってきたんですね。でそれでトイレして、で両手に持ってたんですけど、そのトイレから出てくときに片方置いてっちゃったんですよ。片方しか持っていかなくて、でアタッシュケースってなんかやっぱお金いっぱい入ってんのかなって思うじゃないですか。これあ、お金いっぱい入ってるやつだと思って、これどうしよう、あ、これ盗んで自分のものにしてしまおうということでですね、それ盗んで持って帰ってですね、お金いくら入ってんだろうってパカッと開けたバイオリンが入っていたんですね。それが私イソギンチャク太郎のバイオリンとの出会いでございます。時間は非常に短いものでですね、次の曲が最後の曲となります。皆さん今日は本当にありがとうございました。皆さん、ご注意ください。
駆け込み乗車おやめください。プシー、駆け込み乗車おやめください。危険です。お客様のために言っております。電線は乗り換えです。もつ、ドアは右側開けます。ありがとうございます。ありがとうございました。イソギンジャックハローでした。皆さん、アンコールありがとうございます。ですね、私イソギンチャク太郎、そんなアンコール、貴様らのアンコールに答える時間はありません。そんな勝手なことをしないでいただきたいです。なんてことをしてくれたんですか。皆さんはふざけたことしてんじゃないよ、舐めているのか。時間はマネーイズタイム、統治法だよ。逆と違うんだよ、そういうのは。舐めたことしてんじゃないよ、ほら。ほら、そこ起きる、ほら。寝てるやつ、これ、意味わかんないから、お前。何しに来たんだ、お前。寝に来たんか、お前。ここ、寝カフェじゃないぞ、お前、これ。その席、寝カフェに似てるけど、お前。仕切りないだろ、お前。なんだ、お前は。寝カフェじゃないぞ。これ、ビジネスホテルじゃないんだよ。わかるか、お前。そう、もう絶対、アンコールとか、やんないよ、ちょ、ほんとに。ふざけんなよ！